こんにちは。こんにちは。小森純です。長男です。次男です。よいしょ。今日は土曜日で、土曜だよね。土曜日はパパがいない日なので、3人で、クッキー作りしてまーす。すごいじゃん。そこまで今クッキー生地を作ってくれてます。簡単だったよね。うん、やっほー、やっほー。クッキーじゃん。半分に割って、すごい量できそうだね。クッキー重かったね。重いね、これ。ちょっといっぱいで、いっぱいで。何よこれ。なるほど、開けて。今無理見て、待ってて、ちょっと待って、待ってよ。自分が決めるんですよ。はい、片方、もういいかな。いいよ、もう片方も混ぜて。あ、同じか。あ、そうそう、同じ。だからいい。よいしょ。よいしょ。はい。お兄さん、いいね。クッキーの生地がもうちょっとで完成ですね。うん、楽しい。うん、よかったね。重い。重いね、頑張って。はい、そしてあの三男くんね。三男くんここにいます。はい、かわいいです。よしで、焼きそば。じゃん、焼きそば今できました。イエイ。写真撮ってんの。かわいい。こういう感じでー撮りました。よし、じゃあ先に焼きそば食べよう。いただきます。いただきます。はい、おいしい。おいしい。うん、おいしい。パパ何してるんだろうね。うん、おっさそうだよ。わかんない。あんまり食べなかった。うん、6時半ぐらいでな。雨だから最悪だね。ダメ、どこも行けないね。明日どこ行くんだっけ。明日どこ行くんじゃない。そっか、行こうって。うまっ。そう、もうまい。これは朝ごはんで残ったステーキミスね。うん、お家のことがだいぶ決まってきて、ね、つっても決まってないかまだ。今壁紙とかタイルとかちょっといろいろ取り寄せをしてて、うん、なんか自分の好みな感じに作り直してます。こんな感じで、ちょっとサクッと見せちゃう。フローリングとか。なんかこれ細かいのやりますね。終わったら、どこのメーカーの何を使ったかとか、ちょっと可愛く作ろうと思ってるんで。まあ、あとはエコカラットとかも、今取り入れようかなと思って。エコカラットなんか住んでみて思ったんだけど、うちんちってやっぱ、一軒家って湿度が溜まりやすいというか、湿気が溜まりやすくてすごい嫌で、エコカラットやっぱ使おうかなと思ったりしてる。子供たちはもうやる気を失ったみたい。こんなもんだよね、本当に。やめちゃう、疲れちゃったな。よし。上手に焼けるかしら。柔らかい。これさ、切るやつじゃん。こうやって型になんねえやつだ。切ろう。型をやめよう。よし、皿の方もぜひ皿の方。頑張ったぞ。ということで、こんな感じで焼いてきます。焼いてきます。焼いてくるね、またね。うん、じゃん。ちょっと見えづらいね。マフィン。じゃん。危ない危ない危ない。
実は作ってたんだよ。美味しそうだね。冷えたら食べようか。これをちょっとジジババにも届けに行きます。後で、ね、楽しみだね。これマフィンいいよ、食べて。どう？美味しい？うん、どう？熱い？どう？うん、うん、美味しい。うん、あ、そう。サクサクしてるの上。うん、へえ。見えないね。もういいね。うん。跡形もなく、ハートがちょっとわかるかな。かわいい。美味しそう。いい香り。できました。うん。おかえり。おかえり。ただいま。ん？何これ？チョコチップペッパー。食べたの？うん。え、そんな？すごいでしょ？え、何？父の日じゃないよね。え、すごくない？しかも、いつもありがとうって書いてある。すごいでしょ？うん。どうも。マジで？サプライズ。え、ジュン作ったの？作ってないよ。本当にあの子たちが作った。これ作って。手伝ったけど。え、すごくない？え、食べていいの？兄弟喧嘩してるけど。すごいでしょ、普通に。すごい。ちょっとクオリティびっくりしたね。なんで俺アイスなんて買ってきたの？いらねえじゃん。おめえ買ってきてくれた。え、すごい。ちょっと手洗ってないけど食っていいこれ。手洗ってくるのもいいんじゃない。私の手綺麗。あ、じゃあこれで食べればマシよ。え、ちょっと何メッセージないやつにしよう。あんまさ、お腹空いてないんだよ。そうなの。いただきます。どうですか？めっちゃうまい。めっちゃうまいよね。めっちゃうまいよね。うん、めっちゃうまいって。やった。え、もうまいんだよ。うまいよね。よかった。ってことで今日は、うん、まあ、クッキーと実はマフィンも作ってるんです。うん、すごい。え、あいつらは？マフィンはま、ま、ラマ。ああ。え、でもすごいねこれ。すごいよね。作ったの？え、作ったの？撮ったの？撮ったよ。ちょっと動画撮ってみて。すごいよね。うん。うかい。すごいよね。うまい。ね、美味しいよね。いや普通にうまいんだけど。ガチでうまいよね。超簡単だった。でも、うん、ちょっと手こずった。うん、3時間までずったの？ありがとう。え、あよ、ん？よかったね。ジジババに渡しに行った。喜んでた。喜んでた。って感じです。よかったですね。お帰りなさい。うん、お疲れ様でした、本日は。ました。ということで、チャンネル登録よろしくねー。チャンネル登録よろしくねー。